葛島京都詰め停留場は、高知県高知市葛島一丁目にある土佐電、交通5面線の路面電車停留場。葛島京都詰め停留場は1910年、土佐電交通の前身である、土佐電気鉄道によって葛島橋、西詰め停留場から加護停留場までの区間が、開通したのに合わせて開業した。停留場名に関しては、 葛島橋東岸停留場の名で開業した後、葛島橋東詰め、葛島東詰めと解消を重ねたとする資料もある。葛島橋西詰から加護間の開通に際して、停留場の西を流れる国部川には、国部川橋梁がかけられている。この鉄橋は開業以来補修を繰り返しつつ90年余りに渡って使用されてきたが、老朽化と高知県の高潮対策事業の 一貫により2002年に新たな橋へと架け替えられた。これに伴い橋の前後では軌道移設、合わせて東帝流城も移設された。葛島京都を詰めて流城は五面線の専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って廃される。軌道の北側にあるのが、 五面町方面行き、南にあるのが、針間や橋方面行きのホーム。五面町方に渡り線があり、折り返し運転が可能。国分川川口近くの東岸。川の堤防は、高潮対策のため高さがあり、国分川橋梁はその上に架けられている。停留場名にもある葛島は停留場の脇にある小山のことで、古代にはその名の通り、裏ドアに浮かぶ島の一つだった。 五面線の軌道は、この葛島を避けるように屈曲している。葛島橋東詰めバス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABCD、土佐電鉄が走る町根弱100.156から158ページ、ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDEF、土佐電鉄が走る。待ち根七78から79ページ。ABCDE 川島慶像、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、36.92ページ。 ISBN 978から4から06から295,161から6。上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、292ページ。 ISBN 978から4から794216151ありがとうございます。